スズメ色の英傑は2020年の日本映画。バンド、エーナード並びに、聖夜朝のどもに、初となる、長編映画。愛する家族を失った二人を一つの場所と五つの時代で映し出した、中長編映画。姿を消した妹への思いと深い後悔。残された者の,の葛藤を、ドキュメンタリータッチで描いている。拉致問題をテーマに、 愛する家族を失った二人の若者の姿を描いた本作。残された者の葛藤と姿を消した妹への思いがモノクロの映像で綴られる。22歳の東郷勇希、17歳の永田遥がダブル主演。ロケは福岡、宗方のさつき松原海岸で行われた。朝野をはじめ、スタッフも20代半ばという若い世代を中心に制作されている。 YouTube 上では我々の未来に起こりうるかもしれない事態ついて描いた作品です。家族を失うことで生まれる深い後悔や悲劇の普遍性をテーマに制作いたしましたと制作意図が明言された。チャプター1から5までの五部構成となっており、俯瞰的な視点と音楽を一切取り除いた作風で時代を遡る。監督、脚本の聖夜朝野は本作は 事件や事故など、悲劇が起きることの普遍性をテーマに制作されました。その一つとして、設定や時代を変えながらも北朝鮮拉致問題を扱った内容になっています。具体的な単語や説明はないものの、干渉された方には、明確に拉致問題を想起させるようなシーンを設けています。事件への注意喚起や、国家間やイデオロギーに言及したものではなく、本当の意味で、 被害者に寄り添うことをコンセプトに掲げています。拉致問題それ、事態に対しても、被害者とご家族に対しても、我々がまずできることは、忘れないことと、語ることだと考えています。とコメントしている。ありがとうございます。